はい、ではですね、新桜大戦の、第2話もやっていきたいと思います。今回はですね、なんかいつもですね、なんかすごい大きい責任を負わされると逃げちゃう人、自分に自信がない人、そういう人にぜひ見てもらいたい、話になります。まあ簡単に言うとですね、ある女の子がすごい、大役を任されるんですけど、第1話ですごいネガティブだった、緑の服着た黄色い金髪の女の子なんですけど、クラリスっていうね、彼女がすごい役割を任されるんだけど、ちょっとやっぱり、最初はね、皆さんの予想通りになってしまうんですけど、それをどう乗り越えるのかっていう、ところをぜひ見てください。では行きましょう。これでいいのかな。それでは皆さんご一緒に乾杯。今回は本当にお疲れ様。主君賞はもちろん雨宮さんね。そんなことありません。勝てたのは神山さんのおかげです。いや、お前は頑張った。頑張れなかったのは私もです。申し訳ありません。この子ですよ。今日謝るんだ。生きて戻ってこられた、それだけで十分じゃないか。初歩もクラリスもよく頑張ったよ。ありがとう。はい。なんか怒ってる。失礼します。皆さんにご報告があります。あら、何かしら。まずはこちらをご覧ください。これは帳簿？はい、大帝国劇場の資産状況です。結論から言えば、帝劇の運用資金がつきました。神山隊長の無限、その費用が高くついたのが原因です。俺のせいですか？ですが、無限がなければ戦えなかった。分かっています。ですが、それはそれ、これはこれ。やばいね。カオルさん、資金がないということはもしかして。はい、当面お給金はありません。光熱費も食費もゼロです。おいおいおい、どうすんだよ。給金はともかく、飯抜きだけは。給金はいいんかい。私の本を売るなんて言わないでくださいね。帝劇がなくなっちゃう。あったのになくなっちゃう。困りましたわね。ねえ神山君、どうしたらいいと思う？舞台公演をやりましょう。舞台公演をやりましょう。お客さんが入れば資金も調達できます。それはいい案ですね。賛成です。ですが、舞台公演を行うにはいろいろと問題が。そうね、公演を行うにしろ、コーマと戦うにしろ、必要なものが2つあるわ。というと？人は城、国は人なり。たくさんの孤児が言っているでしょう。つまり人よ。紹介するわ。世界が誇るスター、アナスタシア・パルマ。ここに来れば退屈しないって星たちが言ってたけど。確かにそうみたいね。メイン・ゴート。
カシアさん？有名な人なの？知らないのかよ、サクラ。世界的に有名な大スターじゃねえか。皆さん、ごきげんよう。私はアナスタシア・ファルム。帝劇の舞台に招かれるなんて光栄ね。花組の名に恥じぬ働きを約束するわ。ああ、すげえ。優雅ですね。あなたがキャプテン神山かしら。まあ普通に言っとくか。ええ、花組隊長の神山清十郎です。よろしく。そう、あなたが先日のコーマとの戦いでは目覚ましい活躍をされたそうね。私もこの目で見てみたかったわ。アナスタシアさんには花組のスターとして舞台の花を務めてもらいますわ。そしてもちろん歌劇団の一員として戦いにも加わってもらいます。戦いにも？大丈夫なのか？もちろん、そちらの腕も期待していただいて結構よ。さすがだな。頼りにさせてもらうよ。なんつうか、舞台も戦いも一気に戦力倍増って感じだな。え、お金なくなったんだよね。世界一の演技を間近で見られるなんて、幸せです。ところで支配人、必要なものが2つっておっしゃってましたよね。いやー、よかった。忘れられてるんじゃないかと思ったよ。レイジ、お前なんでここに？おいおい、なんでとはお言葉だな。もう一つの秘密兵器とは俺のことよ。お友達ですか？ああ、兵学校時代の同期、シバレイジ。俺が戦術本科、あいつが気候整備科で首席同士だった。すげえ。清十郎とはいろいろと張り合ったもんさ。いわば永遠のライバルってやつかな。腐れ縁の間違いだろ。ライバル？誰が？腐れ縁の間違いだろ。せっかく縁が切れたと思ったのに、なんでまたこんなところまで。相変わらずひどい男だ。こんな奴に隊長が務まるのかね、本当に。うるさい。何なんです？仲がいいんですか？悪いんですか？男の人ってよくわかりませんね。芝君には技師長として、主に量子戦闘機の整備を担当してもらいます。他にも舞台や設備の修理もお願いするわね。了解しました、スミレさん。ま、お前が来たなら安心だ。しっかり頼む。おう、任せとけ。それじゃあ私は部屋に戻ります。神山君、後で私のところに来てくれる？はっ。なんで金なくなったのにこんなに人雇えるんだろうね。こんなところでいいかい？はい、すみません、お片付けを手伝ってもらっちゃって。おかげでお客さんが入ってくる時間に間に合いました。はは、いいよ。さて、それじゃあ俺はスミレさんのところへ行ってくる。はい、行ってらっしゃい、神山さん。また来ちゃったね。でもいいのかい、この間の舞台は。いいの、舞台はあんまり見てなかったから、その一緒にいられれば。
なんだそれ、ちょっとピュアな感じな人たちだな。どうぞ。失礼します。来ましたわね。ご用は何でしょうか、支配人。あなたの昇進の話ですわ。え？昇進ですか。ええ、神山清十郎、あなたを帝国歌劇団特命宣伝部長に任命します。は、ありがたく拝命いたします。特命宣伝部長。歌劇団でのお仕事のお話を宣伝部の部長をお願いしたいの。は、昇進なのか。先ほど説明した通り、大帝国劇場は財政の危機にありますわ。この問題を解決しなければ歌劇団大戦に参加すらできない。参加できなければ優勝も何もありませんわ。だから何としても公演を成功させる必要があるのよ。スターとしてアナスタシア・パルマを迎え入れることはできたけど、それだけでは不十分。帝劇を民衆にしっかりとアピールするためには強力な宣伝活動が必要不可欠です。なるほど、理解しました。重要な役目ですね。話が早くて助かるわ。それじゃ早速だけど、これを使ってみて。このボタンがついた箱はもしかして。なんだ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 、自爆装置ですか。自爆装置ですか。押したらドカーンって爆発するとか。そうですわね、ある意味自爆みたいなものかもしれませんわ。ですよね、違いますよね。って、その箱を持ってそこにある台の上に乗ってちょうだい。それから箱の赤いボタンを押すのよ。わかりました。どうしたの神山くん、早くそこにある台に乗ってちょうだい。この台か。この赤いボタンを押せばいいんですね。そうですわ。やってみていただけますこと。カラクリ宣伝人形、大帝国劇像、略して劇像くんよ。この劇像くんに変身し帝劇を宣伝する、それがあなたの新しいお仕事。劇像くん、動きにくいし外もよく見えない。劇像くんに変身するためのその台は必要な時必要な場所に設置させるわ。特命宣伝部長として劇像くんに変身して帝劇をしっかり宣伝してくださいましね。パオーン。ちょっと恥ずかしいけどこうなったらやるしかない。パオーン。素晴らしいですわ、神山くん。これなら心配ありませんわね。本当にこれでいいんでしょうか。大丈夫でしょうか。見事なゾウっぷりでしたわよ。くれぐれも劇像くんのイメージを壊さないようにね。あおどんなイメージ。それじゃあ手元にあるボタンを押しなさい。
元の姿に戻れますわ。ご苦労様。気分はどう？なんというか、その…すごい仕掛けですね、確かに。すごい仕掛けですね。一瞬で姿が変化するなんて。神崎重工、トップ技術の結晶ですわ。力の使いどころ完全に間違ったよな。どうせなら無限を量産してほしい。最後に一つ、劇蔵君の中に神山君がいることは絶対に秘密よ。お客様の夢を壊すわけにはいかないもの。それに正体を知られていない方がいろいろと便利なこともあります、うん、ミッキーと一緒だな。確かに劇蔵君に化ければ普段聞けない情報を集められるかもしれないな。それでは早速宣伝の任務を命じます。大帝国劇場ロビーの劇蔵台にて劇場の宣伝を行いなさい。は、宣伝部長として全力を尽くします。そんなに肩肘張らなくても大丈夫よ。まずは人の少ないところで試してみましょう。そうね、場所はロビーの2階にしましょうか。しっかり練習してきてね、神山くん。それと芝くんにも会ってくるといいわ。地下の格納庫にいるはずよ。どうぞ。手際も活気づいてきましたね、神山さん。アナスタシアにレイジ、新しい仲間が増えましたからね。ええ、これからはしっかりと成功を積み重ねていきたいですね。はあ、頑張ります。ところで、カオルさんは劇蔵君をご存知ですか？ええ、もちろん。彼も手劇の立派な仲間ですから。質問があれば何でも聞いてください。劇蔵君になる上でとって役立つと思いますよ。あれ？カオルさんは俺が劇蔵君になることを知ってるんですね。スミレさんは誰にも内緒だって言ってたんですけど。知ってて当然です。私はスミレ様の腹心ですよ。はあ、なるほど。あれ？わかった。プロマイド。桜大戦3の人ですね。んー、ちょっとレイジに会いに行くか。よう、ちゃんと仕事してるか。ブラブラしてるやつが言うセリフか。何のようだ。機体の整備状況だな。機体の整備状況を聞きに来たんだ。後部は治るのか。動力となる量子水晶がもう限界だ。あの空間の影響か、完全に使えなくなってる。治せるのか。さくらちゃんの後部だけはなんとか。アツコちゃんとクラリスちゃんのは無理だな。俺の無限はどうなんだ。さすがは最新鋭の量子戦闘機。深刻なダメージは受けていなかった。部品が届くまでは無理だが、届き次第完璧に仕上げてやるさ。いや、お金ないんでしょ。よかった。ということはその部品が届くまでお前は暇なんだな。まあそうなるな。よし、じゃあ舞台装置を先に見てくれ。古い設備のままじゃ公演も思うようにできない。はいはい、分かったよ。もう少し機体の状況を調べてから
部隊に取り掛かる。機体と部隊装置についてはレイジに任せておけばよし。あとはロビーで宣伝活動しないといけなかったな。よし、ロビーに向かおう。本当ただの銭湯みたいだな。風呂にゆっくり入れるってのは幸せな。狭い特務館じゃそうもいかない。本当に銭湯みたいだな。花組十三箇条、清く正しい乙女を育てるための規律か。改めて考えてみると帝国歌劇団って文字通り女の園だよな。この楽屋だっていつも女の子たちが。なんだかここにいるのがいけないことのような気がしてきたな。来た。誰が来た。お稽古で汗かいちゃった。反射的に隠れてしまった。別にやましいことなんかしてないのに。誰もいないよね。いや、ここで汗拭いちゃおう。なんだと。まずいな。出るに出られなくなってしまった。仕方ない、もう少し待って、うん、おいおいおい、やばい。もっと見たい。その気持ちは否定できない。だがやっぱりダメだよな。落ち着け神山清十郎。桜が出ていくまで心静かに、物音立てずに。だだ、はあ、さっぱりした。花組トップスター天宮さくらです。よろしくお願いします。なんちゃって。アナスタシアさんも来てくれたことだし、もっともっと頑張らないと。頑張れ天宮さくら。えいえい、おお。おお、耐え切った。量子戦闘機に乗ったってのに、あんた本当はすんげえ強かったんだな。いや、まだまだだ。これからはハツコたちの力を貸してもらわないと。ああ、任しとけって。あんたとアナスタシアも増えてよ。これで花組勢ぞろい。コウマなんざ敵じゃねえ。そうだろ。
もちろんだ。もちろんだ。みんなの力を合わせればどんなコマだって倒すことができるはずだ。そうよ、そう来なくっちゃ。その息だぜ。隊長のあんたがそういう気持ちでいてくれれば、私らはいつでも迷わずに力を出せるってもんだ。隊長みたいに戦えるように頑張るぜ。偉大信頼を得たな、あの戦いで。なんかいっぱいあるね、まだイベントが。あとこのカツレツおじさんが、下っ端くんってプロマイド持ってる？もし持ってたら見せて。プロマイドってこういうのかい？そう、それ見せて見せて。どれどれ、どんな感じかな。う、嘘、これって幻のニューヨーク歌劇団勝利の喜びじゃない。ああ、ジェミニさんたちも綺麗だけど、隊長のタイガさんもすごく可愛い。いつき感激。ニューヨーク歌劇団って他の歌劇団にはない独特の魅力があるんだよね。アメリカンの勢いがあるからかな。ブロマイドからでもその雰囲気は伝わってくるだね。うんうん、分かってんじゃん、下っ端くん。これからはモギリ上等兵と呼んであげるね。こういうの見てると、いつか絶対公園に行ってやろうって思うんだよね。うん、ブロマイドって夢が膨らむね。また新しいのが手に入ったら見せてよ。モギリ上等兵、約束したからね。あ、神山さん。神山さん、スターや、新しいスターが入ったで。これで記念商品が作れるんやけど、どないなもんがええやろ。ポスターはどうですか？ポスターはどうですか？絶対に売れると思いますよ。せやな、アナスタシアさんぐらい綺麗だったら飛ぶように売れるやろな。ただな、なんかもうひとひねり欲しいねん。定期ならではのものがないやろか。めっちゃ儲けられそうなんやけど、いろいろ難しそうやな。せやけど、これぐらいでめげる当てやないあらへんで。この商売絶対にものにしたる。ジャリンジャリン儲けたるで。おう、どないしたんや。プロマイド買うか。新商品が入ったで、見たってや。アナスタシアじゃないのか。お目当ては新商品か。それを買うてくれるんやな。毎度あり。さくらの日常、鍛錬鍛錬日々鍛錬。我流の剣技は天下一品。はや、てや、はふ。ああ、その剣で正義を示し悪を切る。なんか記念商品のアイデア出えへんかな。お、なんかいる。あのすみません、青い服を着た女の子、この辺で見ませんでしたか？いえ、申し訳ございませんが、見ていませんね。娘さんですか？もしかして迷子に？はい、さっきまで階段のところで遊んでいたのに、いつの間にかいなくなってしまって。ああ、どこに行ってしまったのかしら。私も一緒に探しますよ。だから大丈夫です。落ち着いてください。本当ですか？ありがとうございます。では、私は劇場内を探します。心配でしょうが、お母さんはここにいてください。ミスさんがひょっこり戻ってくる可能性もありますからね。わかりました。よろしくお願いします。何？うわ、時間制限がある。え、青いるじゃん、青い服。これ違うの？桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきび団子。はいはい、でもきび団子は食べ物よ。あの劇みたいに投げちゃいしちゃダメなんだから。あ、お母さんいるわ。これがお母さんだ。え、ちょっと待って、他に青い服。急げ。
誰かいないのか。青い服。あ、お、おお。あ、この子。ははは、さあ追い詰めたぜ。覚悟はいいな。負けない負けないんだから。お、やる気か、やる気なのか。あは、かかってこいよ。おいおい、ハツオ、こんな小さな子をいじめちゃダメじゃないか。ん、なんだ、隊長さんか。勘違いしてんじゃねえよ。迷子だっつうから面倒を見てただけだって。あのね、お姉ちゃんと桃太郎ごっこしてたの。うん、でも桃太郎は下手だよ、この人たちは。はは、なんだ、そうだったのか。すまん、ハツオ。いいって、気にすんなよ。それよりこの子を。ああ、わかってる。お母さんに頼まれて探してたんだ。さあ、桃太郎ごっこはまたにしてお母さんのところに戻ろう。心配してるよ。うん。本当にありがとうございました。いえいえ、とにかく無事に見つかってよかったです。お姉ちゃん遊んでくれてありがとう。今度はお兄ちゃんも一緒に遊ぼうね。はは、楽しみにしてるよ。いつでも来いよ。待ってるぜ。ハツオ、ありがとうな。え、ハツオちゃんは子守も得意なんだぜ。は、あの子もハツオに懐いてたよな。意外に子供受けが良かったりするんだな。意外じゃねえよ。こう見えても子供たちに一番人気のハツオちゃんだぜ。私こそ、帝劇のおっかさんってな。はは、おっかさん。さて、迷子ちゃん無事に帰ったし、私もそろそろ行くぜ。じゃあな。終わった。これか。支配人の部屋にあったのと同じだな。よし、じゃあ宣伝の仕事始めるか。あお、エキゾークの参上だ。よし、変身完了だ。あとは来てくれたお客さんに劇場君でアピールすればいいんだな。さて、誰が来てくれるか。不審な声、もしかして侵入者。ん、なんだ。うわ、なんだ今の。よく見えないぞ。うわっ、パオンとか変な声が聞こえた。もしかしてこれの声というか、これは何、劇場くんのカラクリ族。お客さんじゃないようだな。となると、もしかしてこの望月あさみの目を盗んで像を置くなんて、なかなかやる。望月あさみ、そうか、この子が4人目の花組隊員か。こんなところに謎のボタンが。ん、ボタン、そんなものがついているのか。里の掟42条、謎を謎のまま捨ておくな。お、掟、押すのか。ちょっと待て。ポチッとな。ボケよ、ボケよ、激増だぞ。受けた、嘘だろ。うん、わかった。これはただのからくり像なら問題ない。バレずに済んだか。だけどなんだかいろいろと変な子だったな。
よし、なんとか宣伝任務完了だ。って全然宣伝になってないか。確かに花組の隊員に宣伝しても成果はないよな。これから地道に頑張っていくしかないか。さて、それじゃあ部屋に戻って書類仕事でも片付けるか。いや、それとももう少し耳回りを続けようかな。またプロマイドだ。アナスタシアに会いに行ってみようかな一回。ここにいるんだよ。あら、キャプテン。ねえキャプテン、演技の練習をするときはこの音楽室を使ってもいいのよね。もちろんいいに決まっているさ。アナスタシアはやっぱり演技が好きなんだね。好きというよりは生きがいかしらね。舞台の上にいるとき私は自由だわ。自分とは違う存在として違う人生をたどる。それは何者にも代え難い最高の体験だわ。でも、それも日々の積み重ねを怠れば砂のように私の中からこぼれ落ちていくのよ。だから時間を割きたいか。分かったよ。もし俺にできることがあれば何でも言ってくれ。そうさせていただくわ。ありがとう、キャプテン。プロ意識だね。素晴らしい。私の生きがい、私の自由、花組でそれが見つかればいいわね。ふふ。いや、やっぱ仕事に対してね、あれだけの情熱を。傾けてられるのは素晴らしいことですね。神山隊長、先日の戦いのことでお聞きしたいことがあるんです。隊長はどうしてあんなに強いんですか？前にも量子戦闘機に乗ったことがあるんですか？実は量子戦闘機に乗ったのはあれが初めてなんだ。ただ俺が強いわけじゃないよ。整備されてなかったクラリスたちの三色鉱部と最新機体の無限とじゃ力の差があって当然さ。力の差は機体の性能の差だけじゃないと思います。無駄のない動きとか間合いの取り方とか訓練してきた私たちでもなかなかできないことを隊長は自然にこなしていました。だとすれば剣術を学んでいたことと軍での戦闘訓練が役立っているのかもしれないな。習い覚えた動きは無意識に出てくるものだし、その応用でうまく機体を動かせたんだろう。なるほど、そういうことでしたら納得がいきます。私も本を読んで身につけた知識とか自分にあるものを活かせるよう考えてみます。ああ、頑張れよクラリス。習い覚えた上は無意識に出てくるもの、私の知識でも、それは頑張れよクラリス。はい、ありがとうございます。そういうもんだな。ちゃんとな、身につけたものは裏切らないんですよ。だからみんなもね、いろんな練習とかちゃんとしてくださいね。はーい。あの、俺だけど。神山さんですか？どうぞ入ってください。神山さん、私考えてることがあるんです。花組の女優としてもっともっと上達するために、だから私の
から私のことを応援しててくださいね。当然だ。みんなを応援するのが俺の仕事だ。特になんかイベントチックなこともないのか。じゃあ戻るか。さて、気合い入れてたまった仕事を片付けるか。よし、やるぞ。気がつけばもうこんな時間か。しかし今日は結構頑張ったんじゃないか。ん？伝聞？0時からか。話がある。すぐに舞台へ来てくれ。0時のやつ何の用事だ。仕方ない。ひとまず舞台へ行ってみるか。来たか、清十郎。相談ってなんだ。舞台修理の目算でも立ったのか。そんなところだ。舞台を全部直すのに1日という感じだが、それでいいか。1日？そんな短時間で可能なのか。ざっと見たところ、問題点の洗い出しに3時間、修理6時間、予備3時間というところだ。うちのメカニックは優秀なんだな。わかった。それで進めてくれ。ああ。それと舞台のあらすじでも見せてくれれば、新しい大道具や仕掛けの提案もできるぜ。最初は人目を驚かせるセットで客の目を引きつけるのが手っ取り早いからな。それは助かるが。変な発明品じゃないだろうな。兵学校の時から悪乗りが多かったからな。おいおい、そりゃねえだろ。みんな楽しんでたじゃねえか、お前も。確かに、こいつがこういう顔をする時はいつも驚くような発明を見せてくれた。今回も任せてみれば面白いことをやってくれるのかもしれないな。で、具体的にはどうするつもりなんだ。俺が開発した高精度量子投影機、こいつを仕込む。もともとは仮想戦闘訓練装置として作ったんだが、不採用になってな。戦闘訓練装置って物騒なものじゃないだろうな。安心しろ、あくまで映像を舞台に投影するだけの装置だ。ただ、その映像効果は興奮待ったなしを保証するぜ。シャンゼリゼ通りだろうが、ニューヨークの摩天楼だろうが、思いのままに舞台に再現してみせる。すごいな。それが本当ならすごい舞台ができそうだ。作業には明日から取り掛かる。まあ、期待しておいてくれ。え、お金は？お金なくなったんじゃなかったっけ？舞台整備の方はレイジに任せ、あとは公演の中身の方だな。アナスタシアも来て GM も増えた。新しい演目を決めないといけない。明日もまた忙しくなるぞ。よし、今日はもう休んで。誰だ。あ、キヨアザミ君。私の名前を知っている。何者。何者でもいい。名前を知られたからにはただでは置かない。里の掟62条秘密を知る者生かしてはおけぬ。覚悟を召されよ。待て待て待て。どうしよう。ほら、おやつをあげよう。そうだ、おやつをあげよう。それで手打ちにしてくれないか。
やっぱ無理か。三日月のおまんじゅう10個。え、本当に？それでいいの？よくない。里の掟79条、おやつで買収されるな。はあ、危うく掟を破るところだった。思わぬ強敵。いや強敵じゃなくて君の隊長なんだけどな。俺は隊長。君は英国歌劇団花組の一人、望月あざみくんだろ。俺は神山清十郎、先日から花組の隊長を任されている。神崎司令から聞いている。隊長に会うためこの部屋で待っていた。その割にいきなり物騒だ。そうか、あなたが神山清十郎、新しい隊長か。改めてご挨拶つかまつる。望月流忍者望月あざみ、これよりあなたの配下となる。ああよろしく。助かった。承知した。ではごめん。どこへ消えたんだ一体。しかし忍者だって。あざみおかえり。ん？さくらの声か。なんだか外が賑やかだな。ちょっと様子を見に行ってみるか。みんな、ただいま。今さっき戻ってきた。ん？さくらたちの部屋の方からだな。何があったんだろう。変わった格好の子ね。もしかしてメイドさんかしら。メイドじゃない、忍者。それに望月あざみという名前がある。そう、ごめんなさい。私はアナスタシア・パルマよ。よろしく。そうだあざみ、他にも新しい人がいるの。紹介するね。俺のことかな。さっき挨拶させてもらったよ。隊長、引き続き見回りをしている。さっきの隊長以外に不審者はいなかった。人聞きの悪いことを言わないでくれ。とはいえご苦労様。もう切り上げて休んだらどうだ。問題ない、大丈夫。忍者アザミ、悪の魔の手から帝劇を守る。忍者興味深いわね。詳しい話を聞いてみたいところだけど。そうですね、今日はもう夜も遅いですし明日にしましょう。アザミは見回りを続ける。何かあったら連絡を。忍者。消えた。本当に忍者みたいだ。すごい子が花組にはいるんだな。望月あざみか、個性的な子だったな。いや、さくら、ハツオ、クラリス、アナスタシア、アザミだけじゃなく花組の隊員はみんな個性的か。は、なんというか楽しみだな。スマートロンに電子。恋恋対戦。ああ、恋恋対戦ね。スマートロンで遊べるみたい。これか、うん、面白そう。ちょっとやってみるか。はい、強制？いや、ちょっとやめとこう。いいや。はい。いまいち花札はよくわからん。これはすごいな。まるで本当の桜を相手にしているみたいだ。なかなか楽しかったし、時間があるときにまた遊んでみようかな。桜からの伝聞だ。弟子入り志願してきます。出し入り志願してきます。あなたたちのところへ行ってきます。頑張ります。出し入り
いや、これはまさか弟子入りか。頑張るのはいいけど、こんな調子で大丈夫かな。少し様子を見に行ってみるか。なんか暗い椅子もいるじゃん。クラリスは書庫の整理かい？遅くまで関心だな。いえ、好きでやってることですから。隊長さんは見回りですか？そんなところだよ。でもせっかくだし、たまには本でも読もうかな。いいですね。隊長として本もしっかり読んでください。読書大事だね。そうだな、なるべく心がけるよ。さて、まずは何から読もうかなって、候補者選ぶに選べないな。でしたら私が良さそうな本を紹介しましょうか。そうだな、お願いするよ。やっぱり本のことならクラリスだよな。それじゃあ次の本を探してみてください。一度しか言いませんから覚えてくださいね。帝劇スターの歴史、そして銀座の歩み50年史、最後に振り付けの極意。みんな、ここの本棚にあります、書棚にありますから探してどれも役に立ちますよ。なるほど、花組の退場して読むべき本ということか。よし、探してみる。3冊見つかったら教えてくださいね。頑張ってください、隊長さん。やべ、ちょっと記憶が、どんな本を探すんだっけ。あった、振り付けの極意。振り付けの極意だったよな。あ、あったあった。よし、この調子で他の書棚を調べていこう。なんか最初のが覚えてねえんだけど。どんな本を探すんだっけ。いやー、これだ。待って。これじゃねえか。帝劇スターの歴史。スターの歴史だった。あったあった。よし、この調子で他の人だもん。で、これ最後。なんか50年史だった。これだ。銀座の歩み50年史だったな。あったあった。3冊おったん、ちゃんと探したことくらいに伝えに行こう。3冊全部見つかりましたか、隊長さん。ああ、これでいいかな。どうだい、クラリス。さすが隊長さんですね。ちゃんと3冊全部見つけましたね。よし。棚を見てみてどうでしたか。他にも興味がある本が見つかってたら嬉しいです。は、そうだな。他にも面白そうな本が見つかったよ。は、まさか、クラリスはそのために俺に本を探させたのか。はい、本を探しているときにふと他の本が目に入る。そういう出会いも大切だと思うんです。今まで知らなかった、予想もしなかった出会いがある。それはとても素敵なことです。だから隊長さんも時間があるときには本を探してみてください。なるほど、これがクラリス流の本の選び方か。ありがとう、勉強になったよ。いいですね。お伝えしたのは3冊とも名所ですよ。読みは必ず隊長さんのお役に立ちます。やっぱね、皆さん本をしっかり読みましょうね。どこにいるんだ。お、なんか他にもいっぱいある。ん？あれは、初穂とあざみくんか？おう、おかえり、あざみ。今回はどこ行ってきたんだ？内緒、任務は秘密。やれやれ、相変わらず忍者ってのはお堅いことで。おう、隊長、そんなところで何やってんだよ。隊長。はあ、そう、身構えないでほしいな。あざみくん？その、あざみくん？あざみでいい。そうかい。それじゃあこれからは遠慮なく。なんだよ、なんか仲いいじゃねえか、二人とも。いつの間にやらだぜ、まったく。こいつはな、隊長。私の可愛い妹分なのさ。だからよろしく頼むぜ。どっちも和風だからな。はは、もちろんだよ。
うん、違う、アザミは妹じゃない。あは、いいじゃねえか、そう固いこと言うなって。あ、本当に仲良しなんだな、二人は。可愛い妹分をよろしくな。アザミは妹じゃない。なんか落ちてる。ブロマイド。九条明。入浴歌劇団が多いな。またいつきちゃんだよ。もぎり上等兵、さくらさんたちの様子はどう？順調？ああ、次の公演に向けて燃えてるよ。いつきちゃんの期待に応えられるようにね。私のために？いつき感激。私も定劇のために一肌脱ぐからね。ああ、ありがとう。そうだ、知り合いの新聞記者さんに定劇を取り上げてくれるようお願いしてあげる。知り合いの新聞記者？はは、それは。ぜひお願いするよ。新聞だったらかなりの宣伝になりそうだ。そうでしょ、そうでしょ。記事は楽しみにしててね。うん、頼んだよ、いつきちゃん。ところでいつきさん、もう夜だけど帰らなくていいのかい？帰りたくないな。もうね、いっそのこと定劇で暮らしたい。そこまで好きでいてくれてありがとう。だけど、分かってる。ちょっとした冗談だって。ほんと、もぎり上等兵は真面目くんなんだから。もうちょっとしたら帰るから気にしないで。あ、送ってもらわなくても大丈夫だからね。んじゃ。どないしたんや？新商品が入ったで。見立てや。お、さすが神山さんや。そいつは新商品やで。ええもんやろ。それでええか？毎度あり。またよろしく頼むで。お、神山さんやんか。遅くまでお疲れさん。こんばんは。小町さんこそ遅くまでお疲れ様です。あては生まれながらの商人や。なんぼでも働いてるわ。そんなことより、神山さん、見たってや、この売店。どうやらピッカピカやろ。試しに指でなぞってみ。チリ一つつかんから。はあ、見ただけで綺麗だってわかりますよ。小町さんの売店はいつもビシッと整ってますね。ホコリや虫は売店の天敵やで。綺麗にしておくのは当然や。ええ、これならお客さんも気持ちよく買い物ができると思います。せやせや、もっと褒めたってや。褒めるだけなら料金もタダや。よし、それじゃあ。売店が輝いてる。あれ、眩しすぎて商品がよく見えない。せや、おかげで売り上げがガタ落ちって。そんなことあるかい。閑古鳥に泣いてんのはそのせいとちゃうわ。あ、これがノリツッコミか。すごい面白い。あ、舞台どうやって行くの。ニューヨーク歌劇団、勝利のポーズ決め。あ、ニューヨークじゃない、パリだ。ん？あれは。お願いします、アナスタシアさん。私を弟子にしてください。お断りよ。
いきなりやってきて何を言い出すかと思えば。少々無礼じゃなくて？すみません。でもどうしても演技を教えてほしかったんです。どうしてもダメなんですか？ええ、ダメなものはダメ。私は先生になるつもりはないの。二人とも話は聞いたよ。そうだな。俺からも頼むよ。さくらを弟子にしてやってくれないかな。俺からも頼むよ。神山さん、あなたまでそんなことを言うのね、キャプテン。私を便利な道具だとでも思っているのかしら。そんなつもりは。とにかく弟子入りはお断りよ。いくら頼まれても答えは変わらないわ。乗り尽くしまもないとはこのことですね。さくら、大丈夫かな。多分部屋に行ったんだと思うが、様子を見に行ってみるか。でも夜に女の子の部屋に行くのも、明日に備えてそろそろ休んだ方がいいか。ん？なんだ、知らん。まあいいか。アナスタシア、どうかしたのか？あら、キャプテン、ピアノの調律がずれてるみたいなの。え、そうなのか？すまない、すぐに調律師を手配するよ。お金は？私が調律してもいいけど、そうした方が早いんじゃないかしら。うん、お金もかかるしね。そんな大女優に調律なんてさせられないよ。誤解しないでほしいのだけれど、私は常に最高の演技をする、そのことだけが重要なのよ。そのためには何だってするわ。立場なんて関係ないの。すごいね、アナスタシア。さすが世界の大女優だ。これがトップスターの意識の高さなんだな。キャプテン、大げさよ。私はただ女優として当然のことを言っただけだわ。プロだね、本当にプロだ。そんなことない。ただ今の帝劇の設備ではアナスタシアの志に応えられそうにない。こんな状態で本当に申し訳ない。気にしないで、私は与えられた状況で完璧以上のものを目指すわ。ありがとう、アナスタシア。これが世界の大女優を迎えるということか。気を引き締めないといけないな。帝劇がアナスタシアにふさわしい劇場になるように。よし、みんなで頑張ろう。私は常に最高の演技をする、そのためには何だってするわ。すごい人だな、やっぱり。アザミ、こんなところで何をしているんだ？夜の見張り、忍者の大切な任務。そっか、ありがとう。でも寝なくて大丈夫なのか？問題ない。夜こそ忍びの時、闇に紛れて敵を撃つ。なるほど。そういえば気になってたんだけど、アザミって…服は全然忍んでないよな。
色とか形とか結構派手だし。隊長、忍びはみんな黒い服着てると思ってる？それは違う。え、違うのか。忍者は黒い忍び装束の印象だけどな。全身真っ黒では自分は忍びと宣伝しているようなもの。忍びとバレてしまったら忍びの仕事は務まらない。そうか、目立たない服装では反対に目立ってしまうんだな。そういうことだから、アザミも普通の服で目立たないようにしている。え、普通の服？そう、普通の服。まあアザミのその服を見て忍びだと思う人はいないだろうな。目立つことは目立ってるけど、忍びと誘われるために今の服が一番なのかも。引き続きアザミは見張りを続ける。ああ、でも無理はしないで寝てくれよ。なんだ？お風呂？ん？ハツオ、げ、隊長さんじゃねえか。おいおい、ハツオ、人の顔見てげはないだろ。ああ、そりゃそうだな。悪かったよ、隊長さん。ただ私の風呂を覗きに来たのかと思ったからよ。覗きにってお前な、俺はただなんだ、見回りに来ただけだよ。見回りに来ただけで俺は隊長だぞ。覗きなんかしない。どうも怪しいんだよな、わざわざこんなところの見回りなんてよ。俺は本当に見回りをしてただけなんだ。たく仕方ねえな、今回はそういうことにしといてやるぜ。じゃあ私は行くけど、いいな、覗くんじゃねえぞ。はは、分かってるって。何？大浴場には発音が。か、体が勝手に大浴場に。いけないことだと分かってるのに、体が勝手に大浴場に。ハツオ、まあこんなこったろうと思って廊下で会った時、顔にスケベって書いてあったもんな。隊長さんよ、もちろん覚悟はいいんだよな。うわあ、ああ、え、覗き魔撃退、ハツオちゃん大活躍ってな。これに懲りた覗きなんてやめるんだぜ。分かったか、このスケベ隊長さんよ。ごめんなさい。いてて、まだ痛むよ。失敗したな。また後に殴るの勘弁だよ。なんだこのマーク。はい、俺だよ。さくら、入っていいかい。どうぞ入ってください。さくら、かなり落ち込んでるみたいだな。なんとか励ましてあげたいが。
さくら。みっともないところ見られちゃいましたね。アナスタシアさんに教えてもらえればもっと上手になれるって思ったんです。だけどダメでした。やっぱりそれが原因か。でもどうしてそこまでアナスタシアの弟子になりたかったんだろう。一心そういうさよ。伝説の花組たちか。さっきそのポスターを見ていたよな。昔の花組はすごい人たちがいっぱいいたんです。伝説の公演、伝説のスター。私なんかじゃ全然かなわない。どれだけ夢を見ても追いつけない夢。伝説の公演、伝説のスターたち、そういえばどれも新宮寺さくらさんが映っているな。昔の花、すみれさんも映ってる。この頃の花組さんたち、素晴らしい舞台だったんだろうな。思ったより華奢な子。いつもはもっと元気で力に溢れていて、こんなに小さいなんて気がつかなかった。そうだ、戦いが強くても、さくらは一人の女の子なんだ。そんな落ち込んだ姿を見ていると、こんなさくらを見ていると、抱きしめて大丈夫だと言ってあげたくなる。それはやばいですね。そう、子供の頃のように。こんなに落ち込んで弟子にこだわる理由は何なんだ。そんなにアナスタシアの弟子になりたかったのかい。とりあえず話しやすい雰囲気を作らないとな。部屋にあるもののこととかいろいろ気話してみるか。新宮寺さくらさんのことをさくらに聞いてみるか。なあさくら、さくらって裁縫が得意なのか。ええ、得意というか、帝劇に来てから得意になったっていうか。帝国歌劇団はお金があんまりなくて、だから衣装とかも自分たちで作ったり直したり、そういうのをやってるうちに上達して楽しくなってきたんです。なるほどね。新宮寺さく、新宮寺さんの強い憧れの方ちょっと分かってきたな。そういえばさくらは以前に新宮寺さくらさんに助けられたって言ってたよな。はい、私の憧れです。強くて綺麗で優しくて、私も新宮寺さくらさんみたいになりたかった。君ならなれるよ。君ならなれるよ、そう信じてきたんだろ。そうですけど。なるほど、新宮寺さんを目指して自分を高めるためにアナスタシアに弟子入りしたかったのか。その夢を諦めるのかい。さくらには強い思いがあるんだろ。私は、俺はそんな思いに気づかされたんだ。絶対に諦めてはいけないって。そのさくらが大切な夢を諦めてしまうのかい。私は諦めたくないです。でも神山さん、きっと今のさくらは自分に自信がないんだ。さくらには彼女だけのいいところがたくさんある。それを伝えることができればきっと。桜の髪、サラサラとしていてとても綺麗だな。え、ありがとうございます。髪を上げれば新宮寺さんみたいな髪型にもできるんじゃないか。いいえ、私にはまだそんな自信がありません。いつか追いついたって思えたら試してみようと思います。あ、このリボンですか。新宮寺さんみたいに大きなリボンをつけてみたかったんです。引っ張りたい。引っ張りたい。いいかな。ダメですよ。形を整えるのに結構時間がかかるんですよ。
変なことしないでくださいね、本当に。この刀はさくらのかい？はい、お母さんの形見、雨宮国定です。形見？そうか、そういえばお母さん亡くなったんだったな。ええ、もう10年になります。神山さん、どこを見ているんですか？いや、そのブローチ素敵だなと思ってさ。これですか？銀六百貨店で見つけたんです。家を出て花組に入って、これからここで頑張る自分にって。とても似合ってるよ、華やかで桜にぴったりだ。ありがとうございます。桜の瞳はどことなく新宮寺さんを思わせるな。色は違うけど宿す光の強さが同じっていうか。ありがとうございます。そんな風に言われたのは初めてですけど、とっても嬉しいです。少し気負いすぎじゃないか？もうちょっと肩の力を抜いた方がいい。あ、すみません。でも今の自分じゃダメだって思うと気が焦っちゃって。こちらに抱き寄せて話してみるか、その方が安心できるかもしれない。本当ですか？さくら、君は本当によくやってると思うよ。焦らなくてもいい、きっと夢を叶えることができるさ。あ、はい、ありがとうございます。もう少しだけ寄せ、うん、そうしよう。さくら、あの神山さん、肩に触れるのはいいですけど、さっきから横島な顔してますよね。いや、そんなことはないと思うな。夢を叶える力はさくらを持ってる。諦めない心、それがさくらのいいところだ。諦めたくない、その気持ちがあれば前へ進めるんじゃないか。でも気持ちだけじゃ前へ進む道が見えないんです。どうすれば夢を叶えられるのか全然わからなくて、アナスタシアさんからそれを学べると思ったんですけど。そうだ、諦めない心、さくらに伝えるんだ。聞けば聞くほど新宮寺さんへの強い思いが伝わってくるよ。それだけ強い思いを持っていれば必ず夢を叶えられる。新宮寺さんみたいになりたい、その夢をまっすぐに追いかけていけばいい。神山さん、優しいですね。不思議です、さっきまで不安でいっぱいだったのに、神山さんに勇気づけられて心があったかくなって、私やっぱり。さくら、こんな近くに。何これ、どうすればいいの？神山さん、元気になってくれたみたいだな、よかったけど、どうしよう。さくら、その髪を撫でてもいいかい？ダメですよ、子供じゃないんですから。撫でると怒られるかな。青みがかっていても、そういえば珍しい瞳の色だよな。でもとても綺麗だ、透き通っていて吸い込まれそうな。あまり見つめないでください。そのドキドキして。さくら、君の瞳は輝いている。何があったってその輝きが失われることはない。それがさくらの強さだよ。神山さん。
コロナシカサクラの方が赤いような。これだけ近いと確かにドキドキするけど、柔らかそうな方だ。ペダツンツンと。いきなり何するんですか。あ、ごめん、なんかついツンツンしたくなって。ついじゃないですよ、もう。気持ちに吸い寄せられる。顔が赤いですよ、もしかして熱でも。大丈夫何でもないよ、うん、危なかった、体が勝手にもうやんないと進まないよね。やっぱやんなきゃ無理だよな。行こう。神山さん。ダメ。さくら。ダメです。こういうことは恋人同士じゃないと。何やってんだろう私。そう、そうだそうだよな。ドキドキして我を忘れてしまった。あれ？手を握ってもらうとドキドキしますね。まるで恋人同士みたいです。これいや、こっちかわいそうだよね。そのこう恋人同士さ、いや恋人になっちゃうな。早いってことは。びっくりした。顔が熱くなっちゃったよ。あれ、ちょっとどうやって終わるのこれ。まあもう大丈夫だよ。いい目をしてるな。これならもう大丈夫だろう。俺は隊長としてこれからもずっとさくらのこの目を守り続けてみせる。あれ、なんか聞き覚えのある言葉だな。なんだっけ。まあいいか。さくら、君はもう。大丈夫なはずだ。はい、なんだか元気が湧いてきました。神山さんに勇気づけられて、私まだまだ頑張れます。ああ、応援している。君はもっともっと素敵になれる。そう。神宮寺さんのように。山さんが来てくれてよかった。昔みたいに優しい青人さんのままでいてくれて本当によかった。私嬉しいです。神山さんとならどこまでだって頑張れます。だから見ていてくださいね。アナスタシアさんには断られちゃったけど、でも絶対にへこたれません。神山さん、元気をくれてありがとうございました。テートよ、あ、神山じゃん。新しい虫か。俺のプライド、俺じゃねえか。さくらが持っていたのか。お、さくらからだ。ありがとうございました。本当は、今夜は本当にありがとうございました。神山さん、やっぱり私の一番の大事だ。また明日から一緒に頑張りましょう。さくらにしては字の間違いが少ないな。一番の隊長さんか。いつまでもそうでいられるように。じゃ、俺も頑張ろう。よし、それじゃあ今日はもう休むとするかな。
よし、今日はもう休もう。夜更かしすぎて明日に響いたら大変だ。さあ、ここからね、一体どうなっていくんでしょうか。ね、ちょっと行きましょう。うわあ、朝か。今日は新しい演目を決めないといけないな。よし、気合い入れていくぞ。目が回る。ん？なんだ？何の声だ？さくら、早すぎよ。そこはもっと抑えめに。はい、先生。これは、もしかして。教えてくれてるじゃないですか、アナスタシアさん。出て。すみません、神山さん。ああ、いや、大したことないよ。大丈夫。朝からみんな揃って舞台の練習会？うん。アナスタシアにお願いして、私たちの演技を見てもらってたんだ。今だけよ。私はコーチじゃないから。それでも助かるよ。ありがとう。でも本当のことを言うと、早く本番の練習を始めたいですよね。アナスタシアが来たのにまだ演目も決まってない。あまり時間もないからちょっと焦るわね。分かってる。だから次回公演の演目を今日決めよう。決めましょう。主役はアナスタシアさんでいいんですよね。もちろんそうだな。もちろんそうだな。アナスタシアのお披露目公演でもあるからね。分かってる。しっかり務めさせてもらうわ。アナスタシアさんと一緒の舞台に立てるなんて楽しみすぎます。アナスタシアさんの魅力を最大限に伝えられる演目が必要ですね。それに客の心をぐっと掴むやつだ。そういう演目じゃないとやる意味がねえ。いろいろと考えはあるようだな。まずはみんなの意見を聞いてみようか。神山さん、私かぐや姫をやってみたいです。そうだな。あれ、ダメですか？神山さん、かぐや姫はお嫌いですか？いや、違うんだ。ただただ、確かにアナスタシア向きじゃないよ。ちょっと子供っぽいかなって。そんなことないですよ。確かに子供用の絵本とかになってますけど、かぐや姫のことをちゃんと知れば子供っぽいなんて思わないはずです。なるほど。ならさくら、俺に詳しく教えてくれないか。ですね、すみません、子供用の話しか知らないです。おい、さくらも俺と同じじゃないか。すげえな。こいつすごい度胸あるな。でもこの人かぐや姫おかしいだろ。
なあ隊長、演目は娘道成寺なんじゃそりゃ。娘道成寺、娘の舞の美しさを見せる演目だぜ。1時間以上ひたすら待って踊り続けるのさ。1時間以上、それはすごいな。それじゃあ初王が舞うのか、そうが舞うのか。おう、なんだよその顔。言いたいことがな、はっきり言えってんだよ。言っとくけどごめん、言わす。回せりゃちょっとしたもんなんだぜ。はい、そのうちな。けど今回アナスタシアが主役、確かにね。まあまあ歌舞伎の演目だしな、いきなりじゃ無理だよな。ごめん。隊長、提案がある。忍者の出る演目にするべきだ。だから主役お前じゃんそれ。忍者か、忍者活劇ってのも面白そうだな。アザミは本物の忍者、消えたり飛び回ったり本物の忍術を使える。本当は忍術は見せ物じゃない。だけどきっと派手な舞台が作れるから。なるほど、忍術か、確かに面白そうだが、演目の題名は何だ。肝心の演目の題名は何なんだ。やるならこれだっていうのがあるんだろう。ない。忍術、忍者の演目なんか一つも知らない。知らなきゃ公演できないじゃないか。うん、アザビも困ってる。アナスタシアはどんな演目が得意なんだ。あら、私は女優よ。やれと言われたらどんな演目でも完璧以上にこなすわ。ハムレットでもアイーダでも蝶々夫人、金色夜叉でも何でもね。さすがアナスタシアだな。それじゃあ質問かよ。アナスタシアは帝劇破滅舞台、どんな演目をやりたい。そうね、まだ私が知らない演目をやってみたいわ。アナスタシアの知らない演目か。そうだな、ちょっと詳しそうな人に聞いてみるよ。とても俺じゃ思いつかないだろうから。賢明ね。知識のある人に意見を求めるのは正しい選択だわ。はは、ありがとうアナスタシア。どんな演目に決まるのか楽しみだわ。ああ、任せてくれ。なあクラリス、ちょっといいか。クラリス、笛、隊長さん、すみません、何でしょうか。いや、大丈夫かと思って全然動かないから。大丈夫じゃないです。演目なんか一つも出てこないんです。今回はね、この子がポイントですから。お話はたくさん知ってるはずなのに役に立てない。私、今まで何のために本を読んできたんでしょう。そうだな、好きな本はないのかい。好きな本を使うというのは悪いことじゃないだろう。それはそうですけど、好きな本がいっぱいありすぎて、だから迷ってしまうんです。あれもこれも、これもあれもって。そうか、知識がありすぎるのも大変なんだな。やっぱりいろんな意見があるもんだな。何から決めるか考えてみてはどうですか。最初に考えるものを決めるか。そうだな、どんな作戦も初手が大切だもんな。脚本だ。脚本から決めてみるか。それがいいと思います。どんな舞台も脚本があってこそですから。主演女優はアナスタシアさんで決まってても、やっぱりどんな話にするかでいろいろ変わってきますよね。脚本か。そういえばクラリス、君はいつか面白い話を書きたいって言ってたね。言ってました。私言ってました。私もちゃんと聞きましたよ。いいんじゃねえか。クラリスならいろんな本を読んでるし。里の掟34条、機会を逃すな、やるだけやれ。そうね、書けるというのなら見てみたいわ。無理です、無理です。無理なんかじゃないさ、大丈夫、やればできるよ。
どうかな、クラリス。脚本をお願いできないかな。それは命令ですか？命令じゃない。だが、帝劇の命運がかかったお願いだ。もっとひどいです。よし、とりあえず一歩前進。クラリス、よろしくな。はい。どんな物語になるのか楽しみね。すごいプレッシャーですよ。大丈夫、クラリスなら絶対面白いお話が書けるよ。期待してる。ワクワク。本当にどうなっても知りませんよ。ちょっとふざけてみようか。罰ゲームは何が？罰ゲーム？そんなのあるんですか？当然、修行の道は厳しいもの。こらこら、あまり脅かすなって。最初に言い出したのはあなたよ、キャプテン。ごめんごめん、冗談のつもりだったんだけど。大丈夫、俺たちだっているんだ。協力できることなら何だってやるよ。そうだな、まずは舞台装置に関してレイジに聞きに行ってみようか。はい。はい、ね、みんなもこういう重大な役が回ってくることがあるかもしれないんで、その時はね、頑張ってやりましょうね。クラリスも不安だばっかりだと思いますが、頑張りますので。きっとセジューラ、お、クラリスちゃんも一緒か。お邪魔します。あの、新しい舞台装置のことで。量子舞台演出機、うつりちゃん。場面や衣装を瞬時に切り替えられる。相変わらず変な名前をつけるな、レイジ。バカ野郎、名前をつけるってのは愛情表現だ。衣装いらないんだよ。バカにするんじゃねえ。場面や衣装を瞬時にって、そんなこと本当にできるんですか？ま、本当に変化させるんじゃなくて、そういう映像を映すってのが正解だがな。ああ、なるほど。じゃあ、例えば湖を凍らせたり、野原がいきなり嵐になったりというのは？お茶の子さいさいだ。まばたきしてる間にやってやるぜ。本当ですか？すごいです。それじゃあ、もしかして、もしかしたら何かきっかけがつかめたか？はい、ちょっとアイデアが湧いてきました。すみません、部屋に戻って書き溜めてきますね。失礼します。いい子だな、クラリスちゃんは。可愛くて仕方ないぜ。お前、格納庫以外出入り禁止な。おいおい、ひどいやつだな、相変わらず。今だってちゃんと役に立っただろう。うるさい。けどまあ、助かったとは言っておく。ね、頑張ってほしいね。さて、俺の修理が終わるまでしばらく舞台には立ち入り禁止だ。格納庫で修理の準備をするから、聖十郎、お前一つ頼まれてくれ。頼み？ああ、本を買ってきてくれ。月刊新蒸気の最新刊だ。前なあ。ああ、まあ仕方ない。行ってきてやるよ。よろしくな。ちなみに本屋は停留所前にある。どうせ赴任してから働き詰めなんだろ？息抜きがてら街でも見てこいって。じゃあな。なんだ？神山さん、お疲れ様です。突然で申し訳ないが、今からお客様対応をお願いします。名本と私は休養で外出することになって、お客様はすぐお見えになるはずです。よろしくお願いします。さすがカオルさん、しっかりした伝聞だな。って感心してる場合じゃない。まあ、桜がひどすぎるからね。お客様をお待たせはいけない。急いでロビーに向かおう。誰だ？ああ。
誰？あ、白秋先生。見慣れない人がいるぞ。あの人がカオルさんの言っていたお客様かな。よし、声をかけてみよう。失礼。支配人のお客様でしょうか。私はここの従業員の神山清十郎と申します。丁寧な挨拶を痛みる。私は村雨白秋。神崎支配人と約束があって来たのだが。支配人は間もなく参ります。それまでお待ちいただいてよろしいでしょうか。わかった。ではここで待たせてもらおう。大帝国劇場も久しぶりだ。また訪ねることができて嬉しいよ。はい、いつもありがとうございます。うん？師匠じゃないですか。どうしてここにいるんですか。ちょっとさくらのことが気になってね。様子を見に来たというところだ。相変わらず無茶ばかりやって周りを困らせてはいないだろうね。無茶？別に私はそんな。ほら、心身を鍛えるためだとか言ってよく冬の川に飛び込んだりしてただろう。いつの話をしてるんですか。今はそんなことしてません。さくら、この方を知っているのか。はい、お父さんの知り合いで剣を教えてくれた師匠なんです。さくらの剣はてっきり我流かと思ってたよ。正当な剣術でないのは確かだね。私の剣が我流なのだから。なるほど、興味深いお話をありがとうございます。どうぞ、支配人が来るまでお待ちください。ああ、そう、師匠。師匠だけに。え？ダジャレです。神山さん、すみません。ダジャレは師匠の悪い癖なんです。悪い癖とは心外だな。奥深い言葉遊びと言ってもらいたいな。なかなか良い趣味をお持ちで。多分立派な人なんだろうけど、また一癖も二癖もある人がやってきたな。私のことは気遣い無用だ。神山君、このままここで待たせてもらうよ。まさか師匠がいらしているなんてびっくりしました。さくらのことがよっぽど心配だみたいだな。なあ、白秋さんってどんな人なんだい。師匠はとっても素晴らしい人ですよ。剣術を通して多くのことを教えてくれました。私は行ったことがないですけど、村雨塾っていう私塾も開いていたみたいです。へえ、剣術だけじゃなく学問も教えていたのか。すごいな。年も俺とそう変わらなそうなのに。ん？そういえばさくら、白秋さんって実際はいくつぐらいなんだ。さあ、私も詳しくは知りませんけど、私塾を開くぐらいから50手前じゃないですか。私塾と年齢は関係ないだろう。50手前は私塾、お前も映ってるじゃん。そんな目で見ないでください。なんだかつい修行時代を思い出してしまって。まあいいけどね。ダジャレが映らないよう気をつけないとな。うん。またいつ、こっちこっち。またいつきちゃんがいるじゃないですか。もぎり上等兵、次の声の準備はどう。順調に進んでる。ああ、なんとか前進してるよ。楽しみにしててね、いつきちゃん。もちろんだよ、もぎり上等兵。いつき感激って、うわ、ちょっと、いつきちゃん、いきなり大声出して、どうしたんだよ。あれって。すごい声だったわね。どうしたのかしら。あー、ナスタシア・パルマさん。ああ、その通りさ。
ああ、その通りさ。知っての通り大女優、世界のトップスターだ。やっぱり本当に本人なんだ。まさかここで出会えるなんて。そうだ、紹介してよ、神山さん。ああ、わかったよ。アナスタシア、この子は西条いつきちゃん。帝劇の大ファンで、いつも応援してくれているんだ。アナスタシア・パルマよ、よろしくね。は、はい、西条いつきです。あの、アナスタシアさんが花組に来てくれて。いつき、マジ感激です。ふん、ありがとう。これからの花組もよろしくね。は、はい。あー、すごい。私、本物のアナスタシアさんと話しちゃった。あの、アナスタシアさん、一つお願いしてもいいですか？何かしら？次の公演のカーテンコールの時、私に向かって手を振っていただけますか？ええ、いいわよ。どのあたりに座っているのかしら？もちろん、一番前に座ります。ありがとうございます。いつき感激。ファンも大切にするアナスタシアは女優の鏡だ。こういう意識も見習っていかなくちゃいけないな。なかなか難しいな、セリフと。はぁ、本当に素敵だったな、アナスタシアさん。いつき、最高に感激。って、それはそうと神山さん、ブロマイドは集めてる？どうなのかな？そうだな。こういうのはどうだい？これ、すごいよ、神山さん。幻のパリ歌劇団勝利の喜びだよ。ねえ、この中で誰が一番好き？私はエリカ・フォンティーヌさんかな。でも、コクリコちゃんやロベリアさんも捨てがたい。グリシーヌさんと、花火さんも魅力的だし、みんな魅力的だよ。無理に一番を決める必要なんてないんじゃないかな。そうだよ、神山さん。いいこと言うね。いつき、感激。あ、またずれた。ははそれほどでも。せめて収集を始めて間もないのに、すごいプラマイドばかり手に入れてるよね。なんだか少し羨ましいな。いつき悔しい。はあ、ありがとう。また手に入ったら店に来るよ。約束だよ。絶対だよ。待ってるからね。ええタイミングで来よったな。新しいのが入ってるで。お目当ては新商品か。それを買うてくれるんやな。毎度あり。劇場にいざなうアナスタシア。立ち振る舞いはどこを撮っても超一流。最高の舞台を見せてあげるわ。また来てや。これいつ撮ったんだろうね。ぐぬぬ、しもた。当てとしたことが大失敗や。小松さん、何かあったんですか？支配人には内緒なんやけど、風鈴を10個注文したら数を間違えてもうて。間違えたってどのくらい？10個を20個にしたとか？ちゃう、桁を間違うてん。10のところにチロッと横線を引いてもうて。10の上に横線？え？もしかして1000個ですか？ぐぬぬ、どないしょう。1000個の風鈴どうやって売りさばこう。これは大変だ。むむ。サインを入れたらどうだ？サインを入れましょう。
一つずつ桜たちに書いてもらうんです。あのな、サイン入れたぐらいで売れるんやったら苦労せえへんわ。大丈夫、次の公演で帝劇からスターが誕生しますから。なるほど、えらい自信やな神山さん、気に入ったで。よっしゃ、なら早速サインを入れてもらうな。ただの風鈴が帝劇特製スター風鈴に大変身や。それにしてもやるやん神山さん、体調やめてうちとジャリンジャリン儲けようや。しかし銃を千に書き込ませがたえるとは一生の不覚やわ。次に発注するときはきちんと確認するようにせなあかんな。すげえ人だなこの人も。メジャーオペレーション、ちょっと行ってこいや。なんかあるぞ、これなの。そうだ、いつきちゃんが帝劇を新聞記者に紹介してくれるんだったな。もう乗ってるかもしれない、ここまで来たついでに確認してみるか。お、乗ってる。世界のスターアナスタシア・パルマ帝劇へ。世界のトップスターが帝劇に登場。アナスタシア・パルマは世界の劇団を渡り歩く大女優。その高い演技力で多くの観衆を魅了してきた。彼女の力で今後帝劇の舞台は間違いなく変わるだろう。さすがアナスタシアだ、一人でも十分記事になるな。そうだ、買って帰ってみんなにも見せてやるか。早く本屋に行かないと。着いた。ハロハロー。あ、御菓子処三日月へようこそ。美味しい和菓子いかがですか。おばあさんどうしたんですか。今日はね、桜餅を買いましたの。桜の季節はこれに限りますもの。みつりちゃんか、ここだ。レイジに頼まれた本は月刊新常記の新刊だったな。見たことも聞いたこともない雑誌だが、表紙を見ればわかるだろう。よし、探してみるか。どこにもないぞ。本当にこの本屋にあるのかな。ハロハロ、そこのお兄さん、何かお困りですか。俺のことですか。本を探しているんですが見当たらなくて。月刊新常記の最新刊ですか。どこかで見たような。お手伝いします。お店の方ではないですよね。いいんですか、さすがにご迷惑じゃ。いえいえ、私も探し物があるので。それではこちらを調べてみますね。いい人だな。お兄さん、お兄さん、月刊新常記はこれじゃありませんか。
あった。それだ。ありがとうございます。助かりました。お礼に俺もそちらの探し物を手伝いますよ。あらあら、ありがとうございます。でも、もう見つけちゃいました。月刊和菓子堂。和菓子で心身を磨く和菓子堂の専門誌なんです。さすが和菓子屋さんだな。すごい本ですね。和菓子に興味があるんですか？もちのロンロンです。私は本郷ひろみ、隣の和菓子屋三日月の店員さんなんですよ。あざみに買って帰んなきゃ。なるほど、本職の和菓子屋さんでしたか。俺は神山清十郎、大帝国劇場の者です。あらあら、あつほちゃんとあざみちゃんとこの方、うちのお得意様じゃないですか。お二人とも可愛らしいし、食べっぷりもいいから、ついついおまけしちゃうんですよね。いつも二人が世話になってます。俺も今度寄らせてもらいますよ。はいはい、ぜひいらしてください。和菓子は日本人の心です。ジャパン。ひろみさん、親切な人だったな。おかげで助かった。隣の和菓子屋さんにいるって言ってたな。レイジの本も急ぎじゃないし、少し顔を出してみるかな。あ、ひろみさんとあざみ？なるほど、お得意様だってさっき言ってたな。やあ、あざみ。隊長。あらあら、神山さんじゃないですか。早速いらしていただけるなんて嬉しくて。ジャパーン。はは、お邪魔します、ひろみさん。あざみは買い物かい？あんまり食べ過ぎたりしてないだろうな。あ、あざみは。あらあら、あざみちゃんならもうたっくさん。ひろみさん、ダメ。その、大丈夫だから。その慌てよ。なるほど、買いすぎて食いすぎたと。あう。あ、でもいつもよりは少ないですよ。今日は食べるよりおしゃべりに夢中でしたから。はは、和菓子より夢中になるなんて、一体どんな話をしてたんだい？それは秘密。おいおい、隊長にまで秘密はないんじゃないか？里の掟81条、乙女の秘密探るべからず。都合がいい掟がいっぱいあるな。なるほど、そうきたか。なら、ひろみさん、教えてください。はいはい。あ、ひろみさん、言っちゃダメ。ははひろみさんに里の掟は関係ないもんな。ぐ、隊長、卑怯なり。ごめんごめん、ちょっとやりすぎたかな。それはそうと、里の掟ってなんだい？何度か聞いてる気がするけれど。それは秘密。はは、それも秘密なのか。あざみは秘密が多いな。に、忍者だから仕方がない。それじゃあ、ごめん。あ、逃げた。ふふ、神山さん、あんまりあざみちゃんをいじめたら、目ですよ。はは、すみません。そんなつもりじゃないんですけどね。ふふ、それならいいですけど、うちのお店にもまた来てくださいね。さて、そろそろ定劇に戻るか。
レイジに本を渡してやらないとな。なんだ？大変です。銀座にコーマが現れました。怪我人が出る前に急いで出撃しましょう。後部に乗って待ってます。もうむちゃくちゃだろ、これ字が。さ、さくら、ずいぶん慌ててるみたいだな。銀座に、コウマ、ああ、銀座にコーマか。って、本当に大変じゃないか。急いで出撃だ。いやー、字やべえな、あれ。あの変な空間は、今回はないみたいですね。そのようだな。だが、油断禁物だ。一気に片付けるぞ。了解。よし。てめえ。はっ。と。よし。おりゃ。うっ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 。うお、どこだ？どこにだと。はないよ。それより明日から一緒に伝聞の練習をしような。何のことですか？気づいてない。すぐ終わったな。またここに戻るの？ジャパーン、ゆっくり和菓子を見ていってくださいね。この人声真似しやすい。しばらく来ないうちに、なんか来てる。ここはみすぼらしくなったな。修理費用にもこと書いてるようです。帝国歌劇団も偶然の灯火かと。やはり先日コーマを駆逐したのはマグレ。次はあのアナスタシア・パルマを使って公演を行おうと思っているようだが、所詮は二流、いや三流劇だ。ビッグスターを呼んだところで何ともなるものか。まあ子供のお遊戯よりマシだろうがな。今の何なんです？プレジデントジウルフのお偉いさんや。ウルフ？世界歌劇団連盟のことや。ワールドなんちゃらかんちゃら、略してウルフやな。そのトップに立つんがあの男や。なんやイケスかんやつやで。え？そんな人が何の用なんだ。
なんかね、また変なやつが現れたぜ。こいつあれじゃん、さっきのやつの。神山さん、さっき通ったのウルフのプレジデント G ですよね。ああ、さくらは知ってるのか。話をしたことはないですけど、もちろん知ってます。確か10年前の世界コーマ大戦の後、コーマと戦うためにウォルフを作った偉い人ですよ。私たちが友情を目指す世界過激団大戦もウォルフの主催ですし。そうか、そうだったかな。しかしよく知ってるな、さくらも。え、このぐらいは常識です。支配には戻ってきたのだが、別の客人が来るからとまた待たされてしまってね。さしずめ、先ほど通った御人がその客人かな。支配人というのも大変そうだね。またなんかこれカップルじゃない。近所カツレツばっかり。この人もだろ。新しいカツレツはないのか。やっぱりカツレツばっかりか。おう、セジロー、買ってきてくれたか。ありがとうよ。たく、感謝しろよ。ほら、これでいいんだろ。月刊新蒸気、月刊新蒸気、これだろ。ああ、助かった。技術は常に進歩するもんだからな。常に新技術の勉強か。いろいろ大変だな。言うほどでもやさ、大変といえば、クラリスちゃんの方はどうなんだ。俺が舞台を直しても、脚本ができなきゃ上演できないぜ。こっちは今夜中に終わるから、お前はクラリスさんの様子を見に行ってやれ。ああ、そうだな。ちょっとクラリスの様子を見に行ってくるか。いや、向こうに行きたまえ。クラリス様子はどうかな。でも邪魔をしたら悪いだろうか。声をかけよう。全滅しちゃう。普通助けになんて来てくれないよね。神山だけど。あ、はい、どうぞ。どうだい、脚本は進んでるかな。はい、一応ですけど。よかったら読んでもいいかい。はい。面白い。すごいじゃないか、クラリス。本当ですか。よかった。でもいいところで終わっていて、早く続きが読みたいな。はい、頑張ります。さてと、クラリスにばかり頑張らせちゃ悪いよな。俺も部屋に戻ってたまった書類仕事を片付けるか。明日には舞台も治っているはずだし、うん、いろいろと進み始めたし、きっとうまくいくぞ。おー、なんかアイキャッチが結構入るね。
いやー、ここからどうなっていくのか、クラリスちゃんの脚本は進むのか。続きをやっていきましょう。またこれだ。これなんか定番なんだよね。また練習してる。ついにあなたに口づけた。唇が苦いわ。これが恋の味なのね。すげえ。これが超一流の演技か。なんだよ、もう鳥肌立ってくるぜ。動きが、指先まですっごく綺麗。私も、もっともっと頑張らなくちゃ。おはよう。朝早くから舞台の稽古かい？よう。おはようございます、隊長。どうだい、アナスタシアの演技は。どうもこうもねえよ。本当にすごいぜ。私もあんな演技ができるようになりたいです。アナスタシアさんに教えてもらえれば嬉しいんですけど。昨日ちょっとだけ見てもらったけどさ、本格的に指導してもらいたいんだ。なんとかならねえか、隊長。ならアナスタシアに頼んでみるか。おい、アナスタシア。ダメなんじゃ。キャプテン、お願いがあるんだ。彼女たちに君の演技を教えてもらえないか。教師役をお願いするのはちょっと心苦しいところもあるんだけど。それはやっぱりダメかい。お願いします。私たちもアナスタシアさんみたいになりたいんです。それは無理ね。あなたたちは私のようにはなれないわ。そんな。キャプテン神山、彼女たちの実力を伸ばす必要があるのは確かだ。早く適切なコーチを見つけてあげて。私以外にね。やっぱ嫌なんだね。アナスタシア以上の教師なんていない。君が一番いいんだ。頼むよ。そう思ってもらえるのは光栄だわ。でも私は。頼むよ。この通り、花組の公演を成功させるためには必要なことなんだ。お願いします。私たちが未熟だってのは私たちがよく分かってる。足を引っ張りたくねえんだ。頼む。この通り。仕方ないわね。最低限の指導はしてあげる。本当ですか？ありがとうございます。その代わり厳しいわよ。大丈夫です。こう見えても根性はあるんです。もうやってやるぜ。楽しみだな、さくら。よかったな、さくら。神山さんのおかげです。ありがとうございました。アナスタシアの指導があればみんなきっと得るものがあるはずだ。よし、絶対に素晴らしい舞台にしてみせるぞ。さて次は、ん？伝聞か。支配人室に来て神谷君頼みたい任務があるから社員室に来てお願いね。クラリスの様子も気になるが仕方ないか。支配人からですか？もしかして新しい任務とか。ああ、そのところだ。支配人のところへ行ってくるよ。神山千四郎、入ります。今回の2は銀座周辺のにぎわっている場所の情報を集めることですわ。
意味はわかるわね。激増くんですか。宣伝をするのは人が集まる場所、僕も集まるの難しい、そういうことですか。半分正解ですわね。もう半分は神山くん。あなたにテイトのことをもっとよく知ってもらいたい。宣伝をするにはテイトのことをよく知るべきよ。そらそうだ。テイトを知るですか。なるほど、わかりました。情報を集めてきます。お願いね神山くん、集まり次第報告に来てくれる。はっ。銀座の周辺情報か。そうだ、みんなに聞いてみるのが一番だろう。思いがけないお仕事。神山です、カオルさん。神山さん、ちょうどいいところに。ちょっとお願いがあるんです。篠ノ目さんから掃除道具の替えを大浴場まで持ってきてほしいと頼まれたんです。すみませんが、私の代わりに掃除道具を持って行ってもらえないでしょうか。わかりました。わかりました。初歩に掃除道具を渡せばいいんですね。はい、売店に届いてますので、それを持って行ってあげてください。わかりました。それでは行ってきます。なんかもうお金あるじゃん。掃除道具は売店に届いています。大浴場にいる篠目さんに渡してあげてください。すぐ掃除を始めたいと言っていたので急いでお願いします。やべやべ、時間制限がある。いや、しかも待って待って、結構早いぞ。いや、ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい、時間がない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 。お、神山さんやんか、どないしたん。小松さん、こんにちは。あの、掃除用具が届いてますか。あ、あんや、お使いか、ちょっと待ってな。あった、ほら、これや。神山さん、ありがとうございます。次は買い物もしちゃってや。あ、そうします。この近くです。やばいやばいやばい、これかなりやばいぞ、これ時間が。うわ、もう半分過ぎた。よいしょ。掃除道具も受け取ったし、早く発音に届けよう。発音はいないのか。ないのか。まだ来てないのかと。風呂場から物音がするぞ。もしかして初歩か。もう掃除を始めてるのか。それじゃあ、いや、声をかけてからだよな。いや、ここは声をかけてからだよな。あ、初歩。ここにいんだよ。まさかと思ったけど、やっぱり風呂に入ってたのか。いいだろ、んなことルカ、早く出てけ。あ、ごめん、そうするよ。掃除道具はここに置いておくからな。掃除道具。あ、ああ、どういうことかよ。わかった。ありがとうな、隊長さん。ことなきを得たぞ。
ブロマイドか。北王子花火。世界工業大戦スイカイベント発生。別イベか。あ、どないしたんや。新商品が入ったで、見たってや。ちょっとこいつらも買っとくか。それを買ってくれるんか。毎度あり。忍び神の勝ち気なポーズがよく似合う。喧嘩と祭りの私の出番だぜ。そうだ、小松の飛行。なんや神山さん、やぶから棒に。いや、すみません、ちょっと調べてることがありまして。銀座で賑わってる場所ってわかりますか。なんや、そんなことか。そらもちろん銀座横丁や。店が業さんあるんやで。あてもよう買い出しに行くんや。値切って値切ってええもんを安く買う、まさに天国や。はは、小松さんの値切り術見てみたいですよ。そらあかんわ神山さん、最近あてが行くとよ、横丁中の店閉められるんや。え、値切りすぎたんじゃ。冗談や神山さん、そんなことあるかい。ツッコミ入れなあかんで。そんなことあるかい。そうや、ええ調子やで。ってもう遅いわ。はあ、すみません。銀座の情報、銀座横丁には小町さんご用達のお店が並んでいるらしい。安くお買い物ができるだろうか。一階はもういねえのかな。ん？二階？あの、ここにもいるじゃん。あ、いつきちゃんこんなとこいる。もぎり上等兵、こんにちは。いや、いつきちゃん今日も早いね。もちろんだよ。定劇ファンなら朝から定劇にいないとね。この子学校行ってないじゃん。はあ、ありがとう。ところで定劇ファンのいつきちゃんに聞いていいかい？今、定劇の宣伝をするのにいい場所を探しているんだ。いつきちゃんどっか知らないかな。宣伝ね、そういうことなら、いつきにお任せ。宣伝。人がいっぱいいるところ。あ、そうだ。銀六百貨店の屋上遊園地なんかどうかな。屋上遊園地か、宣伝にはもってこいの場所だよ。いつきちゃん、いい情報ありがとう。どういたしまして、定劇の役に立てるなら、いつき感激。月ちゃん殺してまた銀座の情報。屋上遊園地が銀六百貨店にあるらしい。きっと子供たちで賑わっていることだろう。いや、さくら、ちょっと教えてほしいんだけど、銀座で一番賑わってる場所ってどこかな。賑わってる場所ですか。でしたら三笠記念公園はどうでしょう。時々稽古で行くんですけど、いろんな人がいますよ。走ってる人、寝てる人、お弁当を食べてる人、泣いてる人、笑ってる人、歌ってる人、いっぱいいるな。それに もちろん恋人たちもいたりして。なるほど、確かに賑やかそうだ。ありがとう、参考になったよ。あ、はい、それだけですか。うん、まだ何かあるのかい。あ、いえ、そういうわけじゃ。あーはあ、さくらに教えてもらった銀座の情報、三笠記念公園はいろんな人に賑わっている。宣伝にも持ってこいの場所だろう。三笠公園なら恋人たちもいっぱいなんだけどな。もうなんか好きだよね。うん、貴賓席、特別なお客さん。劇場はすげえ立派すぎるぐらい立派だよね。
アザミいるかい？山え、や、山、神山。ああ、神山だけど、しかし隊長を呼び捨てにするのは良くないな。違う、そうじゃない。あれ、何か間違ったかな。アザミ、俺だよ、神山清二郎だ。仕方ない、入って良かった、入れてくれてありがとう。すげえ部屋だな。今回だけ特別、合言葉を言わないと入れてはいけない決まり。アザミの隊長ならちゃんと覚えて。うん、分かったよ、ごめんな。それにしてもこれがアザミの部屋か、なんだか。隠し扉がありそうだな。忍び一色って書いてな、どっかに隠し扉がありそう。なんでそれを。え、本当にあるのかい？見せてくれよ。隊長、それ以上詮索しない方がいい。もし秘密を知ってしまったら。分かったよ。もうしないから、区内をしまってくれ。ところで、ちょっと聞きたいんだけど、銀座で賑わってる場所をどこか知らないかい？賑わっている場所？もしかして知らないかな？やっぱり忍びは人の多い場所には行かないか。そんなことない。人が多い場所こそ身を隠しやすい。なるほど。じゃあよく身を隠すのはどこだい？大通り。大通りって銀座大通りのことか？そう。あそこはお店がいっぱい。おまんじゅうとかお団子を買って食べながら歩く。こうすることで完全に往来に溶け込める。それただの買い食いなんじゃ。違う。潜入捜査。そうか。じゃあそういうことにしておこう。アザミから教えてもらった情報、銀座大通りはお店がたくさんあって人も多い。アザミはよく買い食いに出かけているそうだ。買い食いにしちゃったね。宣伝に使えそうな情報、場所の情報である程度集まったかな。そろそろスミレさんに報告しに行こうか。人でもたくさん。情報も集まるんだ、シミヤさんに報告しようか。よし、報告だ。どなた？は、以上で報告を終わります。短い時間でよく調べたわね。素晴らしいわ、神山くん。ありがとうございます。それでどうだった？少しはテイトのこと分かったかしら？そうですね、少しだけですが、分かったような気がします。以前より身近に感じるというか、今までの俺は、帝都を守るべき存在としか見ていなかったような気がします。でも、帝都にはいろんな場所があり、いろんな人が暮らしてる。それを知ることで、俺自身が帝都に生きる一人なんだと感じました。そうね、そう思ってくれるなら、この任務は大成功だわ。いいこと、神山くん。花組の隊長は、帝都を愛していないと務まらないわ。同時に帝都の人々に愛される存在でなければならない。
そうでなければ帝国歌劇団花組隊長はただの肩書きよ。はい、肝に銘じて真の意味で隊長になれるように精進します。期待しているわよ神山くん。もちろん宣伝活動も積極的にお願いね。はっ。期待し、なんとか任務完了だ。報告した場所はスマートフォンに記憶しておこう。よし、今度行ってみよう。あとはクラリスの様子が気になるよな。どんな調子かな。クラリスの良い部屋に様子を見に行ってみるか。クラリス、よし、声をかけてみるか。頑張ってるな。クラリス、入るよ。どうぞ。なんか悩んでるね。悩むこともある。クラリス、調子はどうだい？隊長、お願いがあるんです。そんな深刻な顔で。なんだ？何かな。私とデートしてください。え？デート？はい、脚本を書くのにどうしても必要なんです。私は恋愛もデートもしたことがないから、そういうシーンでの気持ちとか見え方とか全然わからなくて。めっちゃピュアだね。せめてデートの真似事でもすれば少しはわかるようになるかもって。なるほど、そういうことなら協力するよ。で、いつにしようか。もちろん今からお願いします。今から？あ、ダメですか？いいよ、今からデートしよう。精一杯相手を務めさせてもらうよ。ありがとうございます。はい、ちょっと第2話長いですね。こんなに長かったっけな。なので、ちょっと、一回、ここで、動画、終わりにしたいと思います。ちょっと2個に分けて、やりたいと思います。これもうさ、すでに、1話と同じぐらい時間過ぎちゃってるんで、またね、ちょっと、第2話は、前半後半に分けてやりたいと思いますので、ではとりあえず前半はここまでということで終わりにしたいと思います。それでは後半をお楽しみに。まあいよいよね、あ、待って、いよいよクラリスちゃんのね、重大な脚本っていう仕事にすごい頑張ってるところも佳境に入っていくので、後半も期待してもらえればなと思います。ではまた後半の動画で